お父さん、私は大人になったけど、正直言ってあなたに感謝してません。まあ、元気に育ててもらったのは嬉しいけどね。私の少女時代を振り返ると、結構いろんな修行が忙しかったのかな。まあ、修行自体はそんなに嫌いじゃなかったけど、もっと女の子らしいことがしたかったわ。アルバイトなんかも結構やらされたような気がするわね。なんか、いやらしいバイトが多くなかった？ともあれ、なんとか私も大人になりました。今までは何をやるにもお父さんの言う通りにしてたけど、これからは自分の思うように生きていこうと思います。だってもう一人前の大人なんだもん。心配しないで見ててください。おや、久しぶりじゃないか。以前はよくうちでバイトしてたっけ？で、今は何してるの？それが、なかなか仕事が見つからなくて。おやおや、ならまたうちでアルバイトすることだね。え？でも、あのお店は…嫌なら別にいいんだけど、でも仕事もない女の子があれだけ稼げるバイトは他にないと思うがね。そうですね。私も働かなきゃ。支配人、お世話になります。よし、決まった。早速今夜から来てくれよ。結婚？興味ないわ。だって私に釣り合うようないい男がいないんですもの。まあ、あまり世間体の良いバイトではありませんが。勇者よ、あなたの父親ぶり、とくと見せてもらいましたよ。あなたの娘は人間の大人として恥ずかしい能力ですね。あなたは情けない親でしたね。しかしあなたの娘は罪深い子。彼女はこの罪を生涯背負っていくことになるのね。すべてあなたが招いたことですよ。この程度の職に就いたのは、まあ仕方ないでしょうね。それもまた人生。その後、彼女はまずまずの働きだったようね。それにしても、素敵な男性と巡り会えなかったのは不幸でした。モラルに問題があったのでしょうね。このまま赤ちゃんも産まずに一生を過ごすのかしら。さて勇者よ、あなたの娘はもともと天界の子。それが地上の汚れにまみれ、少女の頃の輝きを失ってしまったようです。これも運命とはいえ不憫なこと。あなたにこの子を託したのは間違いだったかもしれません。